皆さんこんにちは、シューポンキノコです。今回はですね、勝手にチャレンジをやっていきます。実はつい先日コメントでリクエストをいただいたんですよ。内容はというと、貞子の要塞8回を1周半、つまり1往復半ってことですね。貞子の要塞8回は言わずと知れたトゲの多い高速ステージ、ヤバい予感しかしないのですが、僕は過去に数々の往復チャレンジをやってきた。だからちょっとやってみようじゃないか。もちろんやるからにはガチでやっていきます。それでは早速やっていきましょう。行くぜー。今回は襟巻きトカゲスキン、横に全体マップを表示します。この8回をざっと説明すると、スタートは左上、ゴールは右上です。バルブが3つ、スイッチが1つです。そして扉が5つあり、銅像を乗せて開く扉が4つ。出口の前の扉はスイッチで開きます。真ん中は横切ることができないので、こういうルートでバルブや扉を解除しながら下を回ってゴールです。そして今回の勝手にチャレンジは、ゴールの手前でスタートまで戻り、さらにゴールを目指すという1往復半チャレンジです。あらかじめ言っておきますが、全くもってやらなくていいチャレンジです。だけど面白そうなんだもん。ま、どうなるかお楽しみに。あ、ちょっと早かった。テイク2。行きの扉のスイッチのところですね。そしてさっきやられたところです。慎重に行こう。ここから戻る。このステージの貞子には、スタートから55秒後に、一体、バルブを全部解除で一体、合計2体出現します。急げば、ほぼ割れずにクリアできるステージです。でもこのチャレンジは、戻りが難関です。1体目来たー。2体目やばいー。抜けた。いけるか？倒れないー。テイク3、戻るところからです。やっぱり戻るときの、貞子に2体がやばいですね。1体はかわせても、2体目がやばい。2体まとめたいけど、微妙に出現に差があるから、挟まれそうなんだよね。そろそろ来るね。一体かわしたこの後。ダメか。テイク4。テイク5。テイク6。二体目は？避ける。スタートまでいけるか？よっしゃー、さらに行く。あ、当たったか。テイク7。やばい、戻る。テイク8。避ける。鉄球ジャマー。よっしゃー、ここからゴールへ。やばい、上から行く。また鉄球。急げ。ここやばい、追いつかれる。あ、ミスった。ここから死亡臭。とにかくやられまくりました。やっぱり、2体待つところとスタート地点の折り返し、一番下のトゲジグザグエリアが難しかった。さあ、そしてテイク15。ご期待ください。現在位置を星で表示します。行くぜー。この勝手にチャレンジ、なんで始めちゃったんだろうと、ちょっとくじけ始めてました。やっぱり一番の難所としては、貞子に2体を最初に待つところ。あそこで一番やられました。そしてスタート地点での折り返し、2体をうまくまとめておかないと、あそこは厳しいです。折り返してからも貞子には直線で追いかけてきます。トゲを乗り越えてきちゃうので、本当にプレイヤーは不利です。特にこの一番下の右へ進むところ、かなり追い詰められます。鉄球のタイミングも悪いと足止めされるし、なかなかエグいコースだなという感じです。息はほぼ割れることはないので、確実に進んでいきます。最後のスイッチです。よっしゃー、ここから戻ります。勝負は左半分の上がっていくところからですね。さあ、ここからが勝負です。まず一体かわす。ここで右。スタートまであと少し。よっしゃー、ラストゴールまで行きます。
る。できるだけ差をつけて、ジグザグエリアに行きたい。急げー。鉄球やばい。抜けたー。あとは、トゲと鉄球に気をつける。あと少し。よっしゃー、勢いつくさん、やりました。15回目でついに成功です。うん、達成感だけは半端なくある。10月24日から始まった、サダコ DX コラボも、残りわずかになりました。このコラボのサダコの要塞も、11月7日、月曜の15時で終了です。やり残しがある方は、お忘れなく。今回はサダコの要塞8回で、一応副班の勝手にチャレンジを、やってみました。面白かった方は、ぜひ他の動画も見ていってくださいね。それでは今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。